今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様元気でしょうか。元気でしょうか。元気でしょうか皆さん。元気ですか。元気です。はい、もうちょっとで夏休みじゃないですか。いい季節ですね、はい、もうね脱ぎたいですね。ダメですよね、全部はやめましょう。全部はやめましょうか。夏休みにぴったりといえば、はい、通信教育が一個あると思うんですけど、学生たちのとかそういういろんな、うん、大人もやれるじゃないですか。大人もやれるか。あ、そうか。やったことあるものありますか。僕はねサッカーの資格を最初に受けるときに何かそういうもので受け取ってできる時間で全部やって返したっていう。すごい。サッカーの資格もあるんですね。ありましたね。確か最初の一番下のレベルの時にそういうこともありました。ちゃんある私通信教育は正直なくて経験が、うんうんうん、はい、ないです。だからちょっとやってみたいなっていうのはあるんですけど、うん、今日ご紹介いただけるんですか。そうなんです。今回ご紹介する企業様なんですが、はい、1993年に企業の研修専門会社としてスタートし、うん、通信教育業界で急成長をしているこちらの企業様、30分投資でご紹介します。資格、それは人生を変える武器である。資格取得の通信講座を低価格で提供し、あなたの人生を変える手助けをする企業がここにある。株式会社フォーサイト。通信講座のリーディングカンパニーとして本物の教育を通信教育で実現。常に受講者の声を聞き、世の中の変化に合わせて教材やシステムの改善を繰り返す。その努力は確実に受講者の合格率アップに結びついているという。今回番組ではフォーサイト本社を訪れ、通信講座制作の裏側や社内コミュニケーションの意外な方法を取材した。そして代表取締役社長山田浩二に、企業が時代の変化に合わせて発展を続ける秘策やこれからの教育業界について話を聞いた。通信教育、はい、はなぜまた珍しい、はいはい、通信教育なんですか。はい、まあ、一番最初はやっぱ会社の研修やってて、はい、うん、昔はやっぱり4月にこう人が入って、はい、集合研修受け持ってやっていくっていう風だったんですけど、うん、大きい流れでこう新規採用っていうより中途採用が増えてきたんですね。あ、そうなるともう毎月社員が入ってくるので、うん、一斉研修をやめてくれってクライアントがいろいろ言われまして。なるほど、ね、でじゃあ毎月やるわけにもいけないですし、うん、でそれだと通信教育をやってくれっていうことで、あ、時代の流れですよね。そうですね。ですから、まあ、自分のやりたい時にやれるようにしてくれっていう風で、うん、まあ、正直いやいやですね。通信教育やっぱり先生からすると目の前で教えたいっていうのがあるんですよね。そうでしょうね。現場でね、で現場で教えてこうやりたいってやり取りをってどこわかんないって、はい、で先生ってやっぱそういうのが好きでみんなやってるんですけど、コミュニケーションがあってね、通信教育だとどうしても今だとメールのやり取りになっちゃうので、まああんまりやりがいがないのかなっていうところが最初あって、はい、でただもうニーズがやっぱりそっち側だったので、通信教育の方にまあ転業しようみたいな感じでやりました。でも本当はやりたくなかったっていうのはこの正直な話で、ね、僕の解説師匠、解説師匠が僕はやりたくなかったから。あ、そうなんだ。やりたくなかった。でもやってみたらこうなったみたいな ね、 へね、不思議ですね。そうそう、でもそうですね。なるほどな。これまででご苦労された点とか、これはちょっと大変だったかなっていうのはどんなことありますか。で、まあ、実は会社の研修とか通学の時は、まあ、うん、まあ、通学の時もこう行列ができたので、うん、NHK にも取り上げられた有名な学校だったんですね。で会社の研修も日本で、まあ、研修業者でダントツの合格率だったので、まあ、分かりやすく言うとその料理みたいなのを真空パックして通信教育にすれば、うん、まあ、合格率が上がるのかなと思って作ってきたんですけど、はい、全然受からないんですよね。受からない。受からない。結果が出ない。通学ですと、まあ、平均合格率の本当4倍とかって出るんですけど、うん、それをそのまんま録音してお客さんに与えても全く受からないんですよ。で今だから言えますけど、最初のうちはもう合格率ゼロって言ったら会社潰れちゃうもんですから、はいはい、下隠しにしてですね、はい、まあ、合格率高いとも書いてませんけど、はい、でどんだけやっても受からないので、
で、ある日突然考えたのが、通学と通信教育やっぱり違うんだよねっていう、で、どう違うかっていうと、やっぱり通学っていうのはその場に来てるので、ガンガンこうやってもついてくれるんですけど、通信教育だと結局家でこうデートしたいとかテレビ見たいとかゲーム見たいとか、スマホいじりたいっていうとの戦いじゃないですか、だったらゲームとかスマホとか彼氏彼女に勝たないと勉強してもらえないんですよね、それは非常に厳しいハードルですねそうなんですよね、でそこの時にもう考え方を変えちゃって、実は通学の学校やった時はすっごい厳しい学校で有名だったんですね、もう成績悪いと呼び出すとか、こんなことを通信でやるとみんないなくなっちゃうんでしょうね、なっちゃうもんですから、コンセプトを楽しくってしたんですけど、どうしても我々やっぱりいつもこうやってたのが楽しく勉強しましょうって180度違うことってなかなかね、気持ちが悪いですよね、頭では分かるんですけど気持ち悪いでしょうね、やれないんですよね、でただそれを、ゲーム感覚のものにしてみたりとか、テキストイラスト入れたいとか、ただまあ正直言うと最初はもう社内で反対なんですよね、みんなやっぱりガンガンに教えた講師が楽しくしようって分かるけど、こんなイラストいらへんやろうとか、テキストはモノクロでいいやろうとか、でそれをもうフルカラーにしたいとかゲーム感覚にしたり、いうふうにまあちょっとずつ変えて、もう全然違う商品として作ったらちょぼちょぼちょぼっと受かるようになってたんですよね、実はまだどんどん出たわけじゃないんですよね、で最初本当に何百人単位で言っても一人も受からないので、ちょっと受かるようになったんですね、でどうしたかというと、その受かった人にいくらだったかな、5万円ぐらいの謝礼差し上げますから座談会しますって言って、呼んだんですよ、呼んでどう使ってますかっていうふうに聞いたら、やっぱり通学とは全然違う使い方しているってことが分かって、全然違うんですか、そうですね、だからやっぱり例えば CD、DVD って一回聞くだけだと我々も思ったんですけど、受かってる人はなんと気持ち悪いことに朝から CD、DVD かけっぱなしで、先生の声で朝起きましたとか、やっぱりそうなんですね、で通学とはやっぱり全然違う使い方してるんですね、でゲームがこっちはもうふざけて作ったんですけど、ゲーム面白いってやる人いっぱいいるんですよね、それも実は50、60のおじいちゃんって言いませんけど、おじさんがゲーム感覚の学習のやつやるんですよね、我々は20代用に作ったのが50代のおじさんとかの方がハマるんですよね、50代のおじさんハマるよハマる、合格するか、なのでそれでもやっぱりで、最初ちょっと来たそれを、こんな使い方するんだって分かって、翌年からこの教材はこう使いましょうっていうのを最初説明したらドンと上がって、でまた次にその受かった人だけ呼んで、いかにも座談会っていう風にして、どう使いましたかってもう聞きまくりですよね、聞きまくってこれはこういう風に使うと受かりますってさもなんかしてたかのように、講義を始めたら今の原型になりましたね、で正直言うとどういうものを作っていいかっていうのは我々分からなかったですね、お客さんが我々の商品は想定外の使い方で、まさか朝の5時ぐらいに起きる前からこう音楽を鳴らすとか、それはありがたいようなそうですね、でそういうのでいろいろこうツール作ってた時に我々の想定外で使って受かる人が出てくるの で、でそれをさもそういうふうに作ったみたいな後付けの説明をしてですね、まあ、今だから言えますけどね、ありがとうございます、それで合格率がどん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 上がっていったって、そんな感じの商品ですね、とはいえ今通信教育っていうのは結構多いんじゃないかなと思うんですけど、他の他社さんと比べて、ここはうちの売りですよっていうところはどんなところですか、圧倒的にですね、例えば合格率が違いまして、例えばここにちょっとこういう図があるんですけど、今平均合格率のですね、うち 4.25 倍で、大体この宅建試験ですと、15% ぐらいの国家試験なんですけども、これが今 60% ぐらい、へーすごい、でこれどうしてこういうふうになるかと言いますと、
こういうふうにですね、まあ、ちょっとこれ分かりにくいんですけども、試験が終わっとですね、なんと1人に1000円のアマゾンギフト券を払って、テキストはどうでしたかとか質問受付はどうでしたかということで、全受講生からアンケートを買って取るんですよね。はあ、もう。で、先ほど言ったようにやっぱり使い方は生徒の方がよく分かるので、で、これをもう私も全部一人一人のやつ全部読んで、ご自身で全部読みますね。で、このやり方いいなと思ったら来年の受講ガイドに入れるんですね。これをこうやってやってくださいっていう。で、まあ、改善提案でここをこうしてくださいとかいうのも結構ありますの で、でそこはまあ改善していくっていうそんな感じになります。で、最近できた難問の一つがですね、まあ、これが当初の今のテキストなんですけども、持っていただくと重いですかね。重いですね。重いですよね、はい、ちなみに、まあ、重いことは重いんですけど、はい、2、3年前までこれ重いというクレームなかったんですね、はい、電車で読んでても、はあはあ、でところが 2,3 年前からテキストが重いというクレームが結構出るようになったんですよ、はあ、で紙の質も変えてないし厚みもそんなに変わらないんですけど、はい、急に 2,3 年前から重い、はい、これを軽くしてくれっていうクレームが来たんですよ。で、これがまず理由が何なんだろうっていう。で、最初分からなかったんですけど、はい、ずっと考えてたらですね、うん、今の方って電車の中で昔は本を読んでましたよね。はい、読んでました。ほとんど今読んでないんですよ。みんなこれやってますからね。で、iPad とかスマホなんですよ。で、今の人はスマホと iPad より重いものは重いと反応するんですよ。そうか、大概のものじゃ重くなっちゃいますね。そうですね。いや、ためになるものだったら我々は重たいなんていう、うん、もう昔はこういうものだったからもっと熱いのもいっぱい持って読んでたから、そうですよね、そういう感覚はないですよね。そうですね。ただ今これだけのあれだと思ったら重たいっていうふうに感じるだけでね、うん、だからまあ解決策は、まあ、スマホとか iPad でテキストを電子書籍で読めるようにして、はい、まあ、誘導すると、なるほどね、それを誘導すると、まあ、当然クレームゼロになるんですけど、ただこれ分かるまでに1年ぐらいかかりましたね。重い重い重いって最初言ってみんなで内容、ね、分かりますよね。3年分テキスト測っても全然重さ増えてないですよね。なんでこれが重くなったんだろうって。でも発想がすごく柔軟でらっしゃるなって思いました。だからそういう発想をしないとやっぱお客さんとはこう対峙できないですので、お客さんのニーズに、時代の流れもそうだけど、ニーズにやっぱり合わせてるんだよ、だからアンケートが大事になってくるわけだね。そうですね。あと今メールがありますので、まあ、当社入るとあんまり言えないんですけど、本試験の1ヶ月前になると昨日は死ぬほど勉強しましたかってか始まりのメールが結構来るんですよね。そうすると勉強しないと悪い感じになるもんですから、それでもうどんどん追い込むみたいな。あ、なるほどね。今までの通学だと毎日会うわけじゃないので、はい、そういうことできませんけども、はい、今の場合はもうスマホでも何でもシステムで行きますので、成績悪かったらどんどんメルマガを出すとか、逆に考えようによっては今の方がちゃんとやれるんですよね。そういうコミュニケーションは多く取れるっていう。そうですね。はあ、で最初にそこまでの文章を書いたらクレーム来るのかなと思ったんですけど、はい、意外と来ないですね。だって死ぬほど勉強しましたかって書いてあるメールが腹立ちますよね。でただ後でアンケートもらったのが腹立つけどよかったってみんな書いてくるんですよ。でクレーム一件もなかったんですよね。やっぱり本試験前って誰かに言われないとやれないので、でこのままいくと落ちますよみたいな文章書いちゃったんですけど、で最初試験的に自分の講座だけでやって、これ絶対クレームガンガン来るよねと思ってやったら、合格率ガーンと上がりましたからね。やっぱりすごい。これびっくりしたんですよね。クレーム来て上がるか、まあクレームは絶対来るよねって、合格率はどんだけ上がるか分かんないよねって、逆に反感勝ったら落ちるよねって言って、まあ自分の講座だけで試してみたら、クレームは来ないし合格率思いっきり上がりましたので、いいなんかアドバイザーになってるんだね。だからまあやっぱり今ってあれですね、あんまりこう褒める褒めるっていうのもいいかもしれないんですけど、まあガツンと行く時はガツンと行くっていうか、もともとの教室でそういうことをやってたのがやれないと思ってたんですけど、通信でもやっぱやれるんだなっていう。
しっかりこうアシストしてくださるってなるとやっぱり気になるのがお値段なんですけど、値段がちょっとこちらに今1講座の比較表があるんですけれども、はいはい、通学系のところですとやっぱり今まだこの18大体20万ぐらいの単価なんですね。でまあちょっと有名な B 社さんというところがあるんですけど、うん、そこがまあ6万3000円ぐらいで、うん、まあ、うちが今一番安いっていう。これはあの宣伝費はまあかけてないものですから、広告宣伝費をかけないとやっぱり受講料は結構落とせますので、うん、あ、そういうもんですか、はい、やっぱりね。あとゲーム感覚のものもありますので、と言っていただきましょうか。これがあれですか。あ、まさに、はい、道場破りというオリジナルシステム。おっと、相撲のあれが来た。お、ここでゲームの問題、はい、丸か×か、はい、ちょっと問題文。勝つのはどっち。サッカーの1チームの基本11人、少なくとも8人以上でなければ、8人以上、いや違うな、×いいですか、押してあれ×だー、はい、でやると、はい、正解でですので、正解は×です。正解は×です。7人以上で試合ができる。へー、知らなかった。よかったよ、サッカーの問題用意されてて驚きましたよ。怖い怖い。あ、まだ次の問題、はい、次、はい、中国ではサッカーのことをこれなんて読むんですか。蹴る球だよねと表現する。球は違ったかな。球は蹴るはいいんだよね。いや、待て、シュー9 私球は違う球だったかな。私罰だと思う。ああ、やっぱり不正解。足図中で、あ、速球って書くんだ、はい、あ、そうだ、足の球だから。そう、しかもあっちの球じゃないの、野球の球の、ほら。これも2つ、真面目なバージョンとゲームバージョンがありまして、会社でやってると遊んでると思われるというクレームがあって、真面目なものと選択肢にしてくれと。だから自分の一人の部屋でやるときはほとんどの方がゲームバージョンでやるんですけど、会社のときはものすごくこう彼も学習ソフトっていう、だからゲームにすればいいっていうわけじゃなくて、結構奥が深いですね。ちょっと TPO によって使い分けをみんなしたいものですから。わかるな。で、その勉強しているのはバレたくないっていうニーズがものすごく多いんですよね。こっそり受かって、受かった時に言いたいっていう。わかります、わかります。落ちた時にあんまり言いたくないので、はいはい、うん、だ今僕不正解、もう次の問題不正解だけど言いたくなかったもんね。あ、そうだなっつってということ で、 いいですか。今回ですね、実はこのいろんな教材が生み出されてる、はい、まさにフォーサイトさんに私、はい、行ってきましたので。できました。はい、 CM の後ご覧いただきたいと思います。調べてきました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ということで文京区本郷にやってきました。ここ東京大学の目の前にフォーサイトさんがあります。赤いロゴが目を引きますね。お邪魔します。あ、こんにちは。社長自らお出迎え。じゃあこちらお願いします。早速社内を案内してもらうことに。綺麗ですね、社内。ありがとうございます。こうたくさん、なんて言うんでしょう、ブースがありますけど、はい、社員さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか。この今本社でだいたい20人ぐらい。うーん、講師やアルバイトを含めるとおよそ80人の従業員を抱えるフォーサイト。たくさんあるブースの一つを覗いてみると。これは今何をされているところなんでしょうか。はい、当社ではあの自社でスタジオがございまして、うん、はい、そこで講義を取ったものをまた自社で編集をしている、そういった段階です。全部じゃ自社でできちゃうんですね。そうですね、あのもう本当に1から0まで道具から全部自分のところで作るっていう、そういう会社です。スタジオで撮影した講義を分かりやすくつなぎ合わせ、文字を足したり各種加工を加えていく。続いてその撮影スタジオへ向かった。はい、失礼します。おお、
こちらがまあ自社の専用スタジオです、はいはい、こういうスタジオが今6つありまして、うん、まあ、こういう一つ一つデザインを変えてこういうふうに作っております、はい、本当にテレビ局みたいですね。そうですね、まあ、いるスタッフももともとテレビ局の人間ですので、はい、でまあ、テレビ局と同じようなまあ大体設備にしようということで、まあ、よく見てもらって多分キー局には負けますけども、それより下の局よりはいいんじゃないかなと思ってますけど現在本社にある6つのスタジオはレイアウトも背景も様々。はい、それではですね、22ページ。これも試行錯誤の末にたどり着いた受講者を飽きさせない工夫なのだという。機材も常に最新のものを揃え、時代の変化に対応している。ここもあの一つのスタジオなんですけれども、はい、これがあのいわゆる電子黒板というものなんです。電子黒板、はい、はい、まあ昔の黒板だとこう緑でこうチョークを書くんですけど、はい、まあ、今はこう電子でやる黒板ですね。へえ、これ書けるんですか。じゃあそうですね、書いたりできて、で、まあ、これが今世界で一番大きい大きさのものになります。これ自社開発ですので、はい、まあ、あの売ってるようなものではございません。世界一がフォーサイトさんにあるんですね。はい、そうですね。すごい。そして取材を進めていると社内に何やらいい香りが漂ってきた。菅原絵里の嗅覚が動く。ここすごくいい香りがしますが、はい、何のお部屋ですか。わー、ここはですね、はい、普通はのセミナールームっていってここで打ち合わせとかしてるんですが、はい、お昼になるとこういうふうにみんなでご飯を作ってみんなで食べてるんですね、はい、フォーサイトでは昼食を社員同士で自炊。料理のできない社員には先輩が包丁の使い方から指導してくれるのだとか。ちなみに食材費は山田社長のポケットマネー。量販店で大量購入。社内でのこの取り組み、これこそがフォーサイト流社員コミュニケーション。これあのどうしてやってるかというとですね、やっぱりうちの場合やってる仕事が各自バラバラでなかなか会話が弾まないんですね。一人は研修やって一人はデザイン反則とかいうふうにやってるので、ちょっと共通の話題作るにはやっぱり食べるものが一番いいかなって。でここで作ればもう自分たちただで作れるということになると、明日何にしようとか、うん、どうやって作るとかって言って、まあ、会話が弾みますので。やっぱり社長も食べるのがお好きなんですか。そうですね、食べたばっかりですねフォーサイトのすごいところはこれだけでは終わらなかった。夕方仕事が終わるとこんなことも。社長、屋上に来ましたが、はい、皆さんは何をしてらっしゃるんですか。まあ、会社のすぐそばにある社宅なんですけれども、はい、最上階がこういうふうにパーティーができるようになってるんですね、はい、ビールを片手に景色を眺めながら、やっぱりこの景色を見ながらですね、お酒を飲むと美味しいんですねそうですよね、はい、いやもう今日フォーサイトさんいろいろ会社も見させていただきましたけど、はい、なんかこう迫力があるというか、すごいの一言で、スタジオもあるし、しかも先生の発声の指導とかもされてるとか。そうですね、全部ですよね、はい、トータルコーディネートされてますね。はい、まあ、マニアみたいな感じですね皆さんも仲いいですし、はい、はい、おかげさまで。そうですね、もうちょっと喧嘩してもらいたいぐらいですね今日は本当にどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました今後の目標をお聞かせいただければと思うんですが。はい、まあ、これが今うちが目標にしててですね、まあ、兵庫が教育のプラットフォームになるっていう、そういう目標を掲げてるんですけども、はい、まあ、今幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、社会人、うん、でこの時にまあ幼児教育とか中学受験、高校受験、大学受験、資格っていうのがあるんですけれども、うん、で今はまあこの資格だけをまあやってるんですけれども、はい、で今年からこの大学受験を始めまして、これも通信教育で始めます。でちょっと数年後にも準備してるんですけども、この高校受験の中学生対象とか小学生とか、この辺を今どんどん開発してまして、で日本のやっぱり教育の問題点って2つあって、まず予備校行くと高いんですよね、値段が高いので、どうしてもこれが格差社会になってしまいますので、安い、まあ、通信教育にすれば
まあ、誰でも機会が均等に与えられるっていう点が1点ですね。もう1点がよくあるのが、まあ、例えば小学校で落ちこぼれちゃった子がどんどん進級しちゃうという問題があるんですね、はいはい、海外ですと一定のレベルがないと落第しちゃうんですけど、はい、日本はどんどん進級しちゃうので余計ついていけなくなるんですけども、これが、まあe ラーニングいわゆる通信教育でできれば、例えば自分で家でここか分かんなければここまで戻ればいいわけですよね。あ、なるほど、うん、はい、どうしても学校ですと、いや俺分かんないから小学校もう一回5年に戻るってことはできないんですけど、これが映像講義とかそういうものであれば、まあ、別にですね、分かんないからって言って中学に戻ろうが中学生が小学校戻ってもいいわけなんですよね。でそうなってくると、まあ落ちこぼれもなくなりますので、うん、このラインを作って で教育のプラットフォームということで、まあ、学校にも通いながら、まあ、こちらでやっていってもらえれば、自分のそのスペースに応じて、やっぱり早く勉強したい人はどんどん早くやっていけばいいと思いますし、やっぱり大人になって初めて勉強したいという人もいますよ ね、はい、そうですね。うちで見たんですけど、中学しか出てない方で、美容師さんだったんですけど、宅建取るってやって取って転職して、そこから結構勉強を始めてる方っているんですね。きっかけですもんね、どっかできっかけを得て、どっかできっかけがあると、はい、それが始めるというか25でも30でも40でもいいと思うんですよね。ただ今そういう仕組みがやっぱりないですの でそうするとやりたい時に、もう極端なこと言ったら20代で中学校の勉強してもいいと思うんですよね。でこういう仕組みさえあれば、まあ、自分の好きな時に好きなように勉強ができますので、これ一貫してちょっとやっていこうかなと。我々みたいにスポーツやってたものにも助かるね。その時間っていうのがある程度も決められて、部活動だなんだかんだってやっちゃった時に、その後にまたこういうシステムがあったら、そこに行ってこう勉強してるっていう、はい、できますもんね、だからまあ中学まではすごいサッカーやってて勉強苦手だけど、はい、そこの高校からすごくもう前にでずっと勉強して、いい大学行くって言っても行けますけど、今の教育システムだとそれができませんので、これ全部揃えれば、まあ好きな時に本当にやれるっていう感じだと思いますけど、最後になりますが、ここで山田さんの格言をお願いします。まあ、月並みなんですけど、やっぱり誰も負けない努力をするっていうことで、やっぱり人間こう人を教えてみると分かるんですけど、そんなに才能ってないんですね。能力格差がないですので、まあ、あとはやっぱりもう努力をするしかないなっていう、でそれを努力をまあさせるようにして、こちらもそれを努力をして、こういう教材を出していくっていうのが、まあ私のポリシーですね。まあ本当にね、教育のプラットフォームでね、いてほしいなという感じがします。良きサポートよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。お金はひらひらと空から降ってきて、あなたのお財布に入るわけではありません。あなたに価値があるから、誰かがあなたにお金を払うのです。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。お金の不安が消える本。この本を書いたのは佐藤康之さん。自らの経験を生かし書いたこの本は、お金の悩みから解放されて幸せになるための31のコツをご紹介。年収なんて関係ない、お金の不安なんかで動揺しない生き方を身につけたい方には必見の本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。